こんにちは、ネタ切れのシュウです。今回はオメガダークカラー使っていこうかなと思います。リーダースキルが火属性攻撃力倍、闇属性 HP2 倍、HP50 倍か軽減攻撃3倍で、ここにいつも通り魔人ブー使って突破します。いやパズドラね、今日なんか情報来なかったね。今ね、動画撮ってんのが、やべ、おなら出そう。何曜日だっけ、木曜日。木曜日って結構パズドラの情報来るイメージじゃない？なんもないんだよね。やっぱ考えてんのかな、作戦会議みたいな、石配ろうかなみたいな、どうなんだろうね、そういうあんのかな。いや、いい激アツ。いや、私ね、ストーリーダンジョン、今パズドラストーリーダンジョン開発中みたいなこと言われてて、正直夏くんじゃねえかなと思ってたんだけど、いや多分来ないんじゃないかな。なんも情報ないよね、その参考プレイみたいな、参考プレイっていうか、何テスト版ベータ版みたいな。やべ、これは私次負ける可能性多いにあります。でもこれ2万8000の軽減あるからね、多分耐えれると思う。そう、意外と HP 低いように見えて、いや、いいね、激安作。ここどうしよう。エイル使っちゃおうか。エイル使って、いや、パズドラね、こういう、ために貯めるときはね、すごいでかい発表あるか、開発中止。それのどっちかだと思ってる。なんで、今月8月中に、ストーリーダンジョンの情報もしなかったらワンチャン開発中止なんじゃないかなっていう。パズドラそういう、歴持ってるもんね。このパイって結構指少ないんだよ。私ね、今日ね、ハンバーガー食べた、めっちゃうまかった。マック。ハンバーガーってあれ美味しいよね。普通にうまい。私、夜ご飯全然ハンバーガーでもいけるんだよね。なんだけど、夜ご飯ハンバーガー嫌だって人いるよね。いや、ご飯どこ行くっつって。いや、ハンバーガー行かねえっつって。いや、それは嫌だみたいな。私、全然 OK 派の人間なんで、OK いいね。ここどうしよう。今、あれなんですよ。HP が50倍以下で、すごい倍率出るんだよね。一応、これ使えばね、HP50 倍以下にできてどうしようかなと思ったんだけど、ここで7コンボか。むずいな。指も4秒か。4秒で7コンボか。普通にむずいな。組めるかな。1,2,3,4,5。よく組んだ、よく組んだ。よく組んだ、悪くないね。これは持ってくる。いや、私ね、あとびっくりドンキーも好き。なんかびっくりドンキーってあれすごくない？名前が。なんか今だと当たり前じゃん。でもあれびっくりにドンキーを重ね合わせてんでしょ。これどうしよう、1個もしようか。多分倒さないと思う。で、もう一発受けて。いや、そうか、闇だと突破しちゃうのか。今ミスったな。もう一旦指消化してから行きたかったんだけど。あ、いいね、ここで指の延長もらえないもんね、短縮で。ここで倒します。4秒だもんね。4秒で、ここは私4つ消しも入れたい。いけるかな、回復の。まあまあまあ、これ結構 HP ね、50倍以下だと、今みたいなヘッポコンボ、でも割と持っていける。いや、だから、なんかびっくりとドンキー、感情とドンキーコングじゃん。なんで、違うのでもよかったんだよね。なんだろう。サプライズヨッシー？ちょ、全然何言ってるかわかんないけど。なんか、要はこういうことでしょ？びっくりドンキー、サプライズヨッシーみたいな。今日も何言ってるかわかんねえんだ、私。あ、で、指は、あ、これ列になってるけどいいか。これで持っていけると思います。ただ、ほんと、パズドラってほんとに、半年ぐらいコラボ続いてるらしいよ。これどうすっかな。なんで、うわ、これ回復邪魔くさいな。なんで、明日？今日木曜日なんですよ。で、明日金曜日で、明日ね、情報、コラボなかったらもう、半年ぶりの休み。もうね、そろそろ年中無休になりそうだったけど、半年ぶりの休みが明日もしかしたらあるかもしれない。いや、でもどうすんだろうね。いや、魔人ブーマジ強いね。ぶっ壊れたね。ここも魔人ブーで生成できるんだよ、回復。まあ、しないんだけど、ここどうしよう。普通に魔人ブーもいるんで、カットでいいかな。回復なくなったら魔人ブー使おうか。これさ、これで倒せんじゃない？いや、そうだよね。で、私、次あいつディアル出たらやられんな。OK。センスあったっけ？いや、わかんねえ。いや、8コンボ出せっかな。一応、これ使えば、これ使って、魔人ブーツ、1,2,3,4,5,6、いや、あるね、魔人ブーツ使って、いや、マジ強いよね。マジで強い。これ普通に回復の生成の位置、マジ完璧だよね。いけるかな。いや、ミスった。何ミスったかわかります？スキル使えばよかった。今、コンボ加算のスキル溜まってたんだよ。いや、足りる？
やミスったね。今コンボカさんスキル使っていけばよかった。よし行きます。でこれみんな大好き魔人ブー使って、でコンボカさん溜まった。でコンボカさん使って、むずいなこれ。指がね、お指延長してくれ。いや魔人ブーやっぱすごい、指も延長してくれてんだ。自分の力じゃないけどね魔人ブー、組んで、そう魔人ブーね、あれでも自分の力じゃなかったもんね。いろんなさあれ吸収してたじゃん、ピッコロとか。いやこれはいってほしい。いやいいね、今落ち込み来なかったら積んでた、積んでたっていうか倒してなかった。オッケーオッケー、めっちゃ時間かかった。これ普通の盤面だとやっぱこいつ超強いよね。分かんない、ボーマーが全く分かんない。とりあえずでも回復5個あればいける気がする。一回回復5個やります。でボーマーの時行動パターン1個覚えてんのが、半分切るとねコンボ吸収やってくんの。なんで半分切んないのがボーマーマジで神。オッケーオッケーオッケー、うわマジか。オッケー、ここでいきます。ここでこれ使ってコンボカさんね、でここでもう闇の無効貫通で持っていくんじゃないかなと私思うんだよね。いきます。いや今回マシン部いないから指が少ない。はいはいはい、いやうますぎ、多分これで持っていけると思う。落ち込み急行、いや闇乗ったな、素敵すぎ。多分いった、多分いった、てかいけ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 、よし。はい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 。で、ここは火一回呼ぼうか。火で。あ、で、これいいんじゃない？これ使って。で、みんな大好き魔人ブーでいいもんね。魔人ブーゲーだね、このゲーム。待って、難しいな。マジで難しい。これどうやってくも。ここの組み方がマジでわかんない、私。1、2、3、4、5、6、7、8。うわ、ちょうど9個か。どう ?1、2、3、4。あと1個、あと1個、よし、いった、これはいった。いや、マジで普通にスキル優秀だね。なんかネタでちょっと入れたんだけど、普通にスキルはマジで強いなと思った。じゃ見て、覚醒。いや、控えめだね。2個しかないんだよ、これ、覚醒が。そこもうちょいなんとかしたらね、マジで分もぶっ壊れになるなっていう感じなんだけど。